ですということで、今回はこの本ですね。コンビニで買った本です。これは PHP の本ですけど、大変にいい本です。550円で買いました。これ私はここにいいことが書いてあるんですよ。あの食事するときにはなんかね、こう自分の好ましい相手、少なくとも自分の嫌じゃない相手と食べるようにしようと書いてありますよ。嫌な相手と食べてると、同じものを食べても栄養価も、それから体に対する効果もぐっと落ちるっていうことが書いてあります、これには。確かにそうですよね。まあなんか、ね、付き合いで食べてる食事まずいですよ。私はいた、そういうことが痛いところが年に何回もそういうことがあったんですけど、要するにやっぱ昼のなんか美味しい店で食べていくとしますよね。そういった時、会社の上司みたいなのが、上司みたいなのがいて、その上司は私と通過になってればいいんだけど、まあ、要は日頃からこいつなんか何とかするべきだなんて言って、ものすごく押しつけて、私も仕事や失業したくないから、はいはいなんて言って、まあ何て言うのかな、表向きは聞いてるけど、腹の中では、まあ、嫌だなと思いながら言うっていう感じの人と何人か、そこのね、職場の人が行って、昼ご飯食べてたりすると、なんかまずいんですよね。結局、その男が仕事の話に誘導してってもらうわけですよ。例えば、私の大好きなプロ野球、まあ、ドラゴンズの話とか、そういう話をするんだったら私も聞いてますけど、例えば将棋とかね、まあ、そうじゃなくても一般の政治的な話でもいいですよ、まあ、季節の話でもいいですよ。例えば今本当は暖かいんだけど、今ここの何日かは寒い気がするとか、そういう話ならまあついてくるんですけど、結局自分のね、頭の中でその仕事のことがいつもなんかこう、あれはこうする、これはこうするだけで、なんで、じゃあ今ここであいつにこう言っとこうみたいな、そういうことが絶えずあるのかなんかわからないけど、必ず仕事のやり方とかそういう変な説教の場合になってるんですよ、それが。またそれが苦しくてね、もうこいつ何考えてんだっていつも私思ってたんですよ。楽しく分けられると食べればいいのに、結局お前あの時こうしたんだろうなんで、あの時こうだったけど本当はこうなんだぞ、これから気をつけたらいいよななんて、そういうバカげなことを言い出すんですよ。飯食ってる最中にうまいこと飯で楽しく食べたいのに、その男がいると食べられないんですよ。で自分で自腹切って自分の金払って自分でその美味しい出されてきた飯を食べたいのに、その人気がいると食べれないんですよね。ところがその人間が例えばその場所についてきたり、行こうと思ってみんなをこう集めて行ったりすると、結局のところは自分だけ行かないってわけにいけないので行くんですけど、まあだいぶ私そういう時はね、やっぱ端っこの方の席にだいぶ陣取って、もう関係なく私はそれぞれ食べてましたよ。もう本当にもう美味しい美味しいと言いながら、そういう経験があるから、このここに書いてある食事は自分の、少なくとも自分の何とも思ってない人と食べろよと、嫌だなと思って人間と食べると、その食事そのものが毒になるっていう、体にとってね、書いてありました。これはね、素晴らしいこと書いてありましたよ。私が常に思ってたことが書いてありましたね。それからここの私この本で未だに今日も実践してた、もうこの本読んでからずっと実践することがあるんですけど、それは朝必ずコップ2杯で水飲むっていうことですよ。コップ1杯と書いてますよ。私は、ね、最近ねやっぱ水が大事だから2杯飲んでるんですけど、夜寝る前に1杯飲んで寝るんですよ。胃がもたれることもあるけども、別にそれでも水分が足らなくなって、小村帰りが起こったり苦しくなったりすること考えたら安いもんなんで飲んで寝る。必ずお風呂に入って一杯水飲んで飲んで寝ると。だから朝は起きたら立て続けに2杯飲むんですよ。まず第一飲むんですよ。これをやってきたら最近は調子がいいですね、やっぱり。やっぱこれはこの本を読んで本当良かったことですよ。
うん、この蓮原さんという人の本ですけど、まあまあ、もしこの本550円で私にとって生活習慣が変わった本なんで、大変皆さんにもね、特に男の人ですよね、これ、うん、推薦します。ではまた次回もよろしく。待ちしてます。